古典技術和妻をご覧に入れます。小寄りを使います。小寄りといってもあなおなじみがないですが、昔はこういう小寄りで、本を閉じたりいろんなものを縛っておりました。関税寄りと言います。ちょっとお客さん、あ、テレワーク中ですか、どうぞこちらちょっと調べていただけますか。伸びたり切れたりしない丈夫な紐です。紙でできてますが非常に丈夫なものです。ちょっとこれでですね、私の指を縛っていただきたいんですが、まず1本とこちらに挟んでおきますよ。結び目を作ります。こう輪っかにしますね。輪っかにして、ここに私の親指関節の奥まで両方入れてしまいますから、思いっきり縛ってください。ギュッと結んで、はい、上で固く小結びしてください。もう絶対にほどけないようにギュッと思いっきりお願いいたします。はい、もう一回、はい、しっかりほどけないように思いっきりですよ。これもうね、はい、力いっぱいギュッと言わせて、ギュッと、はい、いいですか。今縦に回してしっかり小結びしていただきました。もう一本ございます。今度はですね、これは緩まないようにこの間で、はい、さっきのは締まるぐらいに、はい、こちらで締まっちゃってください。この間をね、縦のさっきのは締まるようにそこでギュッと締めちゃってください。結んでやっていいですよ。はい、先ほどの締まりをギュッと、もっとはい、もう一回そこで締まります。はい、ここで結び目を作っちゃうと絶対に緩みません。ギュッ、はい、だいぶ余ってますから、もう一回上で結んでもらえますか。はい、はい、そうですね、はい、しっかり結んでください。もう一回、あと何回でもいいですからね。ギュッギュッと結んだっていいですから、思いっきり、はい、もう一回いきますか。こんなもんでいいですか。もう一回いきますか。はい、いいですか。ちょっと引っ張ってみると私の指抜けないかどうか大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。ちょっとお座りして、お座りになってご覧ください。ご覧いただけますか。私の指の色が紫色に変わってしまいました。普通はね、こんなにやりません、ちょっとやりにくいですが、刀を使います。日本刀です。こちらご覧ください。刀の中ほどにご注目してください。私が 1,2,3 と言いましたら、3の時この刀、もうちょっとこうまずこの辺にいますよ、いますよ、1,2,3、はい、何が起こったか分かりましたか。はい、もう一回言います。1,2,3、結び目は変わっておりませんか。でも横向いてやるとね、怪しいと。こういきましょう。この方を縦にして、この刀をこういう方向にすると、お客様の目の前にこれが通るところが見えますのでね、ここをご注目ください。カメラはここを通るところが見えますから、これは非常に危険な技でございます。いきますよ、1,2,3と言ったらお客様を見せてください。テレワーク中ですから大丈夫ですか。いきますよ、1,2,3、1,2,2で通ってしまいました。さあ今度はちょっとやり方を変えましょう。これ輪を使います。この輪をですね、お客様の方に投げますから、受け取っていただけますか。いきますよ、せーの、よいしょ、はい、3本ありますから、もう1本、よいしょ、はい、はい、もう1本、はい、今投げましたように輪を縦にして、下からこう、ね、アンダーソールこう高く山慣れになるように投げていただけますか。はい、この間こうやって説明したのにも関わらず上からぶつけた人がいます。上から投げて当たると痛いですから、ね、アンダーソルよろしくお願いします。まだですよ。はい、いいですよ。はい、それの、はい。よいしょ。けい、はい。小曲斎天陽先生はですね、この寒帯というんですが、手を閉じないで、普通閉じてですね、一回受け取ってこう入れるのが、オーソドックスなやり方なんですが、天陽先生はこう閉めずに、開けたままやって、一回受け取らずに通ったという、そういうことを聞いております。ちょっと挑戦してみたいと思います。お願いします。はい。よはっ。二郎先生の言うキャラ。ね、はい、いきますよ。せーの。はい、高く。よいしょ。OK。はい。大丈夫ですか。速やかというのでね。はい。3本まとめて、高く上げてください。はい。お客様から確認してください。
客様はカメラでした。はい、じゃあ結んでほどいてください。ちょっとほら強烈すぎましたね。はい、指に食い込んでエッジが止まっております。私の関節がですね、悲鳴を上げております。これ以上やると血圧が上がります。危険ですので、この辺でほどかせていただきます。こんなに跡がついてしまいました。跡がついております。古典技術、サムタイでした。